しおめでとうございます。いやいやいや、ね、開けちゃいましたよ。開けましたよ。じゃあ今年からですね。はい。9時半から。そうですね。時間が早い時間からこう行こうという、ね。はい。じゃあ行きますか。行きますか。今年初の。はい。ぐるぐるポンポンニコナイチこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやいやいや、新年明けましておめでとうございます。ちょうどね、私も R1 終わりで、はい、おそう、ね、しのちゃんと見に行って、はい、応援しに行って、あ、見に行ってきたんですか、うん、めっちゃ面白かった。え、どうだった、何してたの。いや、僕を応援しに来なきゃダメです。応援しに行こうって、いや、僕はちゃんとか、遠くから祈ってたんですか。でも実際どうだったんですか、受かったかどうか。それを、はい、まあ大体結果出るの10時ぐらいだから、あ、そんな早く出るそうなんや。そこで、はい、結果を見ようと思って、はい、入ってきたら、はい、ドンマ伊藤さんが、はい、1回戦突破おめでとうございます台無しだよもう分かった。いや、そうだ、いい、頼む、嬉しいことはすぐ共有したじゃないですか。え、どうやって分かったの。どんだけ張り付いてネットを見てるの。シェアしてたんで、いや、そのホームページがあるんですよ、ちゃんと R1 グランプリの。あ、 そこ見てて、ずっと見て、江戸前さんの、ずっと見すぎでしょ。江戸前さんの知り合い誰が出たんですか。今日出てましたよ、大石純一さんとかが出てました。前の事務所の一緒だった、受かってました。受かってました。あと痩せ内藤さんとかも、もっと元の事務所、こうドキドキしながら、はい、しのちゃんに読み上げてもらって、はい、ってやりたかったのに、台無しだよ。いや、そうだ。いや、この情報化社会の昨今、絶対知ってると思うじゃないですか。だってそんなに見てた。俺そのホームページすら見たことない。だって9時ぐらいでしょ。だって驚き、あの飲みの席でやりたかったわ。何回も何回もあの更新かけてたんですよ。だから何やってんの。めっちゃやるやん。9時ぐらいにはもう自分出てもないのに。いや、出てないです。どんなに張り付いてんのよ。なんで出ないんですか。いや、僕だからトリオだからもう出ないんですけど、ピンでもやればいい。衝撃の、ただ先ほどこれもまた衝撃の事実が発覚しまして、僕トリオじゃないですか、うん、あ、そんな知らない。で、先ほどあのこれ番組前にあのスタッフさんとこう楽しいトークをしてたら、なんで伊藤さんやっぱR1出ないんですかって言われて、いや、僕トリオだから出ないですよって言ったら、トリオだったんですかって。もういや、結構僕出てますし。トリオだったら出ないっていう、ただの逃げですか。いや、逃げじゃないですよ。だってみんなコンビでもトリオ、みんな出てるから。M1 は出ますよ。あ、出るんですか。M1 出たら、M1 っていつにやるんですか。今年の夏ですね。M1 とかだと3人、他の2人のせいにできるから。いや、そういうのじゃない。R1 はもう自分1人にのしかかるから、それが嫌だよ。いや、R1 は、トリオだから出ないなんていう理由ないから。R1 はもう去年でもやりきった感があるんで、トリオの、ね、グループでもピンで出てる人います、 いますよ。去年はじゃあ、去年は俺わざわざ2回出たんですよ、うん、あの1回落ちて、でこのままじゃ終われないと思ってわざわざあの名前を変えて、わざわざっていうか、ね、名前何にしたんですか。あと、あのドンマイ伊藤じゃなくて、あの秀美の神っていう名前で、チャラ男じゃないの。で、どうなったの。で、あのわざわざあの住所も一緒だとバレるかと思って、わざわざあの実家の方の住所をわざわざ書いて、で、どうなった。で、どうなった。で、どうなったんだって。いや、あのその時なんですけど、実はあの2回出ちゃダメじゃないですか、R1 って本当は。で、たまたまその時2回目、はい、どうも秀美の神ですって言ったら、その審査員席に、うん、あの1回目のと同じ審査員の顔が見えてバレると思って、バレないよ、それバレないんです。やばい、だから。で、どうなったの。いや、で、その結果あの落ちてしまったんだよ。いやいや、何がバレたせいみたいな。あ、でも全部いや、完全にこれ絶対バレて、カオスさんだったらバレるけどね、バレない。いや、俺確かにバレないように、何がトリオだから出ないって言うけど、完全に2回やって2回
落ちたっていうトラウマでいいんじゃない？それで出なかっただけでしょ。同じレベルってこと。トラウマじゃないですよ。だって普通、あ、いや、やべえ、あの人だと思ったらやっぱびっくりするじゃないですか。こっちは悪いことしてると思うと。いや、だってもう3回受けてる人とかいますからね。名前を変えて。もう名前そのまんまで受けてる。そのまんまで。それで準決まで行ってる人もいますから。名前は言わないです。完全にトラウマで怖いからやらないだけなんです。ちなみにどんなネタをやったんですか？あのドンマイとのリアルエピソードっていうのがリアルエピソード。リアルな。はい、リアル。あの実家帰ったらあのうちがリフォームされてて俺の部屋がなくなってましたよ。ドンマイみたいなことやったんですよ。なるほど。金持ちじゃないですか？リフォームで。リフォームはそうなんですよ。で死にってなった後で、あ、じゃあ空気を読んで次が最後の話ですって言ってここで受けると思ってた最後の話ですっていうところが。受けなくてもうグタグタですよ。もうここで作ったネタの方が、ね、あれ連続でやった絶対面白いの。ここで作ったネタの方がレベル高いっすよ。レベル高いっすよ。あれで出てます。もういろんなことを、だからその審査員がいたんですよ。だから1回目の時と同じ審査員が。いや何そのせいにしようとしてさっきから本当だよ。あれないわ。気づいてないからね。あれはひどかったもん。考えてほしかった本当。どんだけ自分のその嫌な記憶を後からかき消そうとしてる。かき消そうとはしてないですよ。もうだから僕はもう今やっぱりトリオにやっぱりするのは頑張りたいと思ってます。トリオのネタ誰が作ってるんですか？え、僕も作ってますよ。あ、みんなで作ってる。アルバム見に行けるんですよ。アルバム見に行けますけど、ね、500円とか500円安いですよね。完全にトラウマやん、ね、一発ギャグ連続でやればいけそうなの。いけそうですけど、いや、それはね、だってその後だってシーンだったといつまで何ですか、ビンタしてくれるから受けるじゃないですか。ちょっと真面目な話ですけど、ツッコミ、あれ全然ね、ずっと見ていたいぐらい。いや、それは個人的な感想でしょ。ずっと見てられるよね。個人的な感想だと思いますよ。いや、本当に。じゃあそこでシーンだったと、えいってあれがあるから多分成立してる。そうか、ビンタマシーン作ればいい。ビンタマシーン。あ、自分の持ち込みでってことですね。ああ、なるほど。それちょっとやっぱ R1 の会場ってあれじゃないですか、控室が。何言い訳をごちゃ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 。ちゃいや、あそこ、わかります。いや、別に控室ありますけど、すっげー狭いところに100人がいて、あの、ちょっと迷惑になるじゃないですか。あの、正直、普通のフリップネタですら、あの、なんかフリップ譜面で出すのがちょっとはばかられる。今日だとこの画面の液晶画面、はい、あの、藤田さん持ってきて。藤田さん、あの、大迷惑だって。藤田さんはもう、それはああいうネタですから、多分心苦しかったと思います。ファミコンネタの人で。で、画面ファミコンネタを見せるために、わざわざこれを大きさの液晶画面、大で運んでた。え、すごい。めっちゃ勇気あるやん。36。だいぶ重いですよ。どうやって来たんだろう。40インチぐらい。確か車を持ってらっしゃるっていうのをちらっと聞いたような気がする。実際で電車乗れないですよね。僕も見たことありますけど、ね、ファミコンネタだからね。プロジェクター使えないから自分で一応持ってくる。あれはね、でかい会場になればなるほど大変です、うん、そうなんです。で言えば、はい、あれは何ですか？お怒り的な、お怒り的な、あれこれですよ、はい、俺はなんか場をわきまえろって言った怒りがあったんですよ、この間。あの自分じゃなくて、僕じゃなくて隣に、いや入ってきてそれ言った時本当そう思いましたけど。だって知ってると思うんだよ。放送中でもないし、はい、本当放送中だったらやらしいかなと思って、なんか「あいおめ」だ、そういうのじゃないと思うんですよ僕。てかむしろそういうの自分の結果すぐチェックしません。俺はだから9時5分ぐらいでもうランディさんが受かったってことも知ってたの。早っ、そんな早く出てた、はい、めっちゃ早い。じゃあ2回戦目は、うん、だから2回戦目は FM ホールやFM、 で俺はちゃんとその時はここでできますよ、ちゃんとしっかり。そんな2回戦目もそんな早く出るんですか？多分終わったらすぐ出ると思いますよ、最近のあれは。審査してんだかしてないんだかもわかんない。いや、してますよ、ね、あんだけ見てたらね、もう使えてきそう。俺が出るとはあんだけ早く、怒りなんですよ。場をわきまえろって言いたいんですよ、うん、この間ちょっとあの新宿 の、 あの居酒屋で飲んでたんですよ。あのそしたら隣の席からなんか知んないですけど、あの聞こえて、会話聞こえてきて、何喋ってんだろうって、あんまり詳しい内容は聞こえなかったんですけど、なんかやたらとあのストラテジーがどうのこうのとか、なんかナンセンスだよそれはとか、なんだこいつと思って、ちらっとなんかビジネスの話をしてるらしいんですけど、お前そのなんかソリューションはとかストラテジーはとかずっと言って、
見たんですけど、ちらっと見たらあのすっげえ二十歳ぐらいの若造で、なんかスーツもまだ似合ってないような感じで、そんな話で言葉を使いたがってる、はい、しかもそこ別にあの言っちゃあれですけど、あのすごい安い居酒屋だったんですよ。あのそんな、いや、そうですね、具体名は出せない、絶対出せないですけど、そんなところでストラテジーとか言ってどうすんだよ、場をわきまえろって。もっと場をわきまえろおかしいでしょ、くだらないよ、くだらなくないです、どうでもいいわお前。もうちょっとだったらあのなんかわかんないですよ、ヒルトンホテルのカフェラウンジとかで言えよとか思って、そういうストラテジーって何だ、ストラトテージって何、人に話してるわけじゃないから、ストラトテージって何、スタラテージ、あのなんか要はあの戦略とかそんな意味で、いや、聞き耳立ててる方が悪いでしょ、そんなもん、その人たちで話してる、なんかナンセンスとか、お前なんだよナンセンスって、そんなナンセンス全然イラつかないけど、だって普通にテーブル見たら、だってあのタコワサとか食べながらそんなこと言って、いやいや見すぎだからさっきから、ね、タコワサ人を見たり人のテーブル見たり、タコワサ食いながら言うセリフかとは思いますよ、正直。そこはいや、どうでもいいな、スモークサーモンとかだったらまだ分かりますよ、どんだけ人の食い物見てんの。いやいやだからそういう見え、別に見るつもりじゃなくても見えちゃうくらい、その要は個室でもないそういう開けた居酒屋で、いやだからって見ないですよ、聞きもしないし会話なんて。そういうもしかしたら、だってもしそういうビジネスの大事な話をしてたとしたら、それが耳に入ってる、それも入るってことは、よっぽど自分のテーブルが盛り上がってなかった。あ、俺らの方がどうですか。ドンバイさんは友達といたんです。その時は友達といたんですけど、あのすっげえ盛り上がって、いや盛り上がってたら会話は耳に入んないから、うん、あのもうその時はもうあの財布にあの2300円ぐらいしかなくて、あの2500円って言われたらどうしようっていう、それしか考えてなくて、俺ちょっとその時は正直やそれしか考えてなかったらなおさら耳に入ってこないすごい言い訳ばっかさっきから、今日ずっと言い訳やん、言い訳やん今日どうしたんですか。ずっと言い訳やん。そんなにあの僕はただランディさんに喜んでもらいたくて1回戦突破おめでとうございますと言っただけなのに、いや本当それね、生とかを目の前に聞きたかった、はい、ウェイってやりたかった、はい、台無しだ、台無しだちょっと待ってくださいよ。いやでも大丈夫ですよ。もう出たのっていう普通の返しで終わったんで、ね、いやでも大丈夫です、あの2回戦は東京 FM ホール、あそこはいいところですよ。2回戦目突破してほしいですね。2回戦突破したのはもうすごいですね、はい、そしたら準決勝、決勝ラフォーデでしたっけ今年の準決勝は。いやまだですね、ラフォーデ3回戦、3回戦4回戦まであるんです。ラフォーデ行ったことありますよ。あ、ラフォーレでもやったね。ラフォーレ1回戦なんて多分2万人ぐらいですよね。いやそれは多すぎですよ、5000人ぐらいですよ。2万ってかなり多いですよ2万は多すぎですよ。いやだって今日1000何番ですよ、うん、あれ1日の1000じゃないですか。あ、それは全部の1000です。じゃあもっと少ないだけど、3000人ぐらいじゃないですか、これ真面目なところ。大阪があるから、まあ、バイトしてじゃあ2000、2万ぐらいいんのかな。2万人もいないでしょ。だって吉本興業さんにだって1000人ぐらいしか芸人さんっていないですよね。確か2万。来年はだってしのちゃんも出る。しのちゃん。しのちゃん。今日高校生の格好じゃなかった。あ、じゃあ次回行きます。普通に見に行っちゃって、うん、そのままで。全然高校生の格好で見ててもよかった。あ、本当ですか。じゃあ、ね、2回戦は。そしたら受かるかも。受かりますね。まだここでアルバン出ればね。アルバンは絶対受かりますよ。そうだよ。この格好で出るから受かるもん。で、堂々とすれば受かりますよ、アルバンは。あ、堂々と。昔は堂々としてなかった、ね。昔はね、あの。お前が言うなよ。絶対大丈夫。あと、これあの秘密にしてたんですけど、俺がアルバンに出るとあの誰かの人生変わっちゃうかもしれない。そんな影響力。今まで俺が出ると俺の前の人と後ろの人が必ず受かるっていうジンクスが5年ぐらい連続で来てるんですよ。5年も出てる。5年ぐらい出てて、だから審査員もいいじゃんと思って、あのたまにはこうだから丸一つ飛ばして丸っていうの、たまにこうまあ1回戦だし真ん中も丸にしちゃえ、オセロ的な感覚みたいなの5年間期待してるんですけど1回もない。いやないでしょそんなの。いいじゃないですかっていう言い訳がましい。だからまあ俺の後ろか前に出てれば絶対受かりますよ、R1 は。これ、保証します。そんなことだよ。でも5年連続ですよ。それ1回戦限定の。1回戦限定。だから2回戦に行ったことないから、1回戦それ限定ですよ。5回
CM ちゃん、今日ちょっと会いたいな。やばっ、僕らの名前は薩長同盟と言いますんで、はい、初めてね、初めてここでついに覚えにくいわ。いや興味もないし、薩長同盟っていうのはご存知のようにドンマイ伊藤とあと本庄正明と大坪信光の3人組なんですよ。それね、個人のね名前を合わせたとか出身を重ねて、それね本当どうでもいいから。いや違うんですよ、薩長同盟の方がね俺イライラ、大坪なんとかって薩長同盟的な、どこどこで出身、僕はどこどこ出身だからなんとかって、いやそういうのじゃない、どうもそういうのね本当イライラ。いや違う、そうじゃないですよ、知らねえよ。いやだ3人なんですけど薩長同盟っていうのは、もともと僕と本庄さんっていうその2人が、いやだから もうそれがどうでもいいの、元コンビだったんですよ。で由来どうでもいいもん、いろいろやって別れたんですよ、一回コンビを解消して お互いにピンで進んでたんですよ、別々の道を。もういいよ。そしたらそこに大坪、だから大坪の分入ってきて、そのもう一回この大坪なんとかって人はそれ芸名なんですか。あ、芸名大丈夫、もうね序盤で誰も聞いてないから聞いてない、めんどくせえ。まあすげえわ、その坂本龍馬がその仲の悪かった薩摩と長州をくっつけた薩長同盟っていう歴史的な事実があるじゃないですか。そうですね、どうでもいい、それと一緒ですよ。だから一回別れたら、いやいい、なんでもうね、めんどくさい、覚えづらい。ね、会社の名前とかでもよくこれはこういうメッセージを込めてますとか言ってる会社あるんですよ、なんとか横文字で、これは実はこういう意味を込めて作ったんです、ね、隠れてるんです。いやもうさ、見て分かんない時点で隠れてもないし、込める意味がない。いや込めた方がいいんです。込めたんだったら分かるようにしてくれれば、あ、こもってるなって分かるじゃん。全く分かんない、そういうなんかね、あれがこうでこう今みたいな感じ、はい、誰と誰がこうやって作ったから、うん、ああだこうだ、こういう意味が込められてるんです、知らねえよ。それ大体動画でこもりすぎだよ。 CM でそんな嫌じゃないですか、なんかこういう字がなんかくにゃくにゃ変わってこんな字だ。どうもやさん、ほらランディ王様ってどういう意味か、まあ、いやそれ言った方がいいよ。いや言えないでしょ。ランディ意味なんもない、なんもないですか。なんでビンラディンから取ったんだよ。ああビンラディン、うん、ビンラディンが死んだとき、その、はい、マイコー・リョウさんが、はい、マイケル本人が死んだときにちょっと乗っかれたでしょ、はい、それ見たくビンラディンが死んだときにちょっと乗っかれるかなと思ったら、その前からいやだいぶ早めにビンラディン死にやがった俺が始めたぐらいに死にやがったちょっとね、アメリカのちょっとね、いろんな強さ舐めてましたよね。あんな早く見つけるとは思わなかったんで、うん、いや死ぬの早いよと思って計画丸つぶれだもん、うん、でもまだいるから解明すればいいじゃないですか。まだまだいるじゃないですか、今さら。今さら今から、ね、今さらもうね、結構ね伝わってますからね、あの今さら私ね、お怒りというか、酒買った時の未成年かの画面タッチ、ああ いるって思う。あんなのさ、だったら店員が目視で未成年かどうかを見た方がまだ信憑性ある、うん、あ画面タッチってこんなの未成年でもタッチできるよ、できますね、未成年だったらしびれるとかなの分かる、うん、誰でもタッチできる、ね、何の意味あんのこれ、こっちがめんどくさい言い訳ですよ、言い訳だから、ね、店員によってはね、押してくれる人がいいんですよ、いやあれ、ほんと何の意味もないそんな本当に未成年だからってはいを押すときに震えるやついないから酒をレジまで持ってってんだから普通にピッてやるよ。あ、逆に目視じゃないんだ、ラッキーになる、何の意味もないと思う。いやまあまあそこはね、
だそれピッてやればとりあえずあの言い訳できるんです。いや、まずピッと押したんで未成年じゃないと思ってって言うじゃないですか、お店の方は。だからそれのシステムがもう、意味ない。意味ないというか、だったら店員の目視で身分証確認してくださいとかの、はい、押したら OK。そんなの誰でも押すわ、店に。こっちは押しますよ。ね、パスも見たくすればいい、ね。あ、パスもめんどくさいな。いまだに作っ、ありますか？俺は、タバコ吸いましたね。俺、タバコをちょっと吸わないからないです。だからパスも欲しいんですけどね。いまだに作ってないです。どこでやってる？俺でしたら作ったのに。作ったんですか？やっぱ、いや、人のために。人の買うのに。いや、そうやってないやつがいるからだよ。ああ、そう、貸してもらいます、ね。吸うくせに、ね、持ってないってさ、一番イライラさ。そうなんだね。作る。吸うやつが持っとけよ。そう、吸うやつは持っとけよ。で、そのためになんかコンビニ寄っていいみたいになる。めんどくさいから。店の中にレジあんのさ。店の居酒屋ね。はい、居酒屋の人も、ああ、パスもお貸しできませんみたいな。言いますね、ある。そのために、なんか、タバコ買いに行くとか。めんどくさいから。作ったよ。そういう人が持ってないの。ダンディさんのダンディ王様でこの顔で作れるんですか。作れるわ別に。顔関係ない。顔が作れるんですか。もっとガチャガチャな人いっぱいいるよ。申請してなんかその写真がね撮れなかったんですよ。なんでタバコ吸ったようななんかねなんか当たり前だろ。ヤンキーチックなの写真送ったんですよ。パスもだから撮れた。パスも達成。普通の履歴書に加えタバコにグラサン隠した。それは受かった。それ受かった。どんな何の職種？それでカオルさんどこも受かんないんですか。いやいやいや受かりました。いやいや受かりましたって。美容室その美容室受かりました。美容室受かったんですか。で俺がそれ写真指摘したらいやこれがダメに決まってんじゃん。いやその受かったんですよ。これで受からないような店に働きたくないの。なんで尖ってんすか。受かりましたけど。受かったんですか。どんだけ上から目線の。サングラスでタバコ吸った写真使って受かりましたよ。いや、店の方に問題ありですよ、そんなの浮かばせる。そんな目でね、髪切りたくないよ、逆に。履歴書に真面目ぶるのがムカつきますもん。いや、真面目ぶるとか、最低限だよ。社会は、面接の嘘つき。真面目ぶってるわけじゃない。嘘つきだらけ、あんなの。履歴書も、その真面目の感じも。いやいや、真面目ぶるなって。自分の行け、普段の自分で行けよ。顔の確認だから。こいつ真面目そうだなのための写真じゃない。面接の時、みんなが嘘つくのがムカつく真面目。いやそれと顔写真で加えたらこれはまた別問題。自分で行けよと思う。それは別問題。真面目ぶりすぎてね。それと顔写真は関係ない。顔写真は顔の確認だから。この人が本人がちゃんと来たんだなの確認だから。別にその真面目そうな顔だなで審査に入ってるわけじゃないから。黒髪にしなきゃダメ。黒髪にしなきゃダメ。それはまあ店の問題、採用基準の問題。しなくてもいいとこに行きゃいいじゃないですか。加えタバコまだその、グラサンって本人の確認しようがないよ、ね、目が分からないんですけど、ね、なんか別の人が替え玉で来てるのかなって思われて終わりですよ。確かにね、うん、そう、ドンマイさんの話が全部同じ。だからそういうことですよ。でもだから俺はもうだからもう出ないってことです。アルバには絶対に出ない。なるほど、決意したんですね。決意しました。完全にトラウマになった。しのちゃんのなんか告知はないの。しのは、1月21日に、トークライブに。トークライブ、はい、どこで。渋谷道玄坂。道玄坂出ます。しのちゃん何で検索すれば出てくる。名前でね、すぐ検索。どんだけネットに張り付いてんだよ。すごいね、最近ちょっとね、ああいう事件もあったんでね、それが出てくるかもしれんけどね。事件起こした。事件というか巻き込まれた。ああ、ね、フライデー。そう、フライデーされて。ああ。出てくるかも。なるほど。ね、そしたらそれが出てくるか。あ、じゃあちょっと見せない方がいいです。いや別にいい。別に飲みに行ってただけなんだよね。うん、握ってた。どこ飲みに行ってただけ。あ、飲みに行ってた。握って飲んだ。握って飲んだ。どういうこと。握りかけ。お寿司握りかけ。握りかけ。飲みに飲みに行ってた。ね、もうね、下ネタも9時半でも行けます。
まあね、ちょっと早いかなと思うけど、あ、飲みに行ってただけってこと。うん、あ、みんなね、検索すぐだね。伊藤さんは告知ないんですか？告知ですか？あ、僕もトークライブをやります。やるんですか？わー、いいっすよ。今それはいいとして、いや、なんでですか？1月の30日に薩長同盟トークライブの松下村塾っていう、またイライラするな。松下村塾ってその薩長同盟だ。いや、いいわ。ちゃんと松下の松でも話題に変えてますよ、あのそのもの。それ知らないもんだ。松下村塾ってその元を知らないもんだ。幕末の学校みたいなところあったんですよ。もう3人でね、はい、ドンマイさん歴史得意ですか？歴史は得意です。いや、3人でやってればいいって。カフさん歴史全く興味ないから。全く興味ないですか？でもそれ死んだ人に興味持ってるのと一緒じゃん。死体に興味持ってるのと一緒。死体に興味、変態だよ。変態じゃないですよ。死体とやってるやつと一緒だよ。やってる、やってはいないですよ。歴史の社会に先人のね、あの異業はちゃんと参考しないやつに興味持ってるね。ちゃんといいことも言ってるじゃん。死体に勃起してるのと一緒。死体には勃起しないですよ。殺し合い地だよ。殺し合い地。変態だよ。殺し合い地だって、あのこっからなんか変な刃物出してる人。歴史大事。俺も歴史好きですから。ですよね。やっぱ歴史すごい大事ですよ。大事っつって、大を重んじた人がこうなってんだから。いやいやいや、ね、何の意味もないってことで。死ぬ時にその人の最後の評価されますからね。今まあ途中経過ですよ。途中経過。まだ第3コーナーは死んでから評価される人、ね、結構いますよ、ね、画家とかね。今だけ歴史を重んじた人が2回、1回戦に落ちてる。いや、2回じゃなくて5回ですよ、5回。細かい。1回も俺完全に、それはトラウマになるわ。完全に受かったと思って、あのわざわざその会場のあの、うん、結構 A グループで午前中に出たのに、俺一応最後まで待ってたの、8時ぐらいまで待ってて、知ったら、ちゃんと待ってたの、ちゃんと待ってたの、もうダメだったからもう帰るようになって受験の時と同じ。皆さん、そんなね、歴史をいちいち叩き込むから、例えとかが歴史になって、はい、みんな分かんねえっつって余計な知識を叩き込んでることになる。今だってみんなポカーンですよ。薩長同盟で何を知ってる人いるかもしれない。薩長同盟有名ですもんね。薩長同盟でも歴史的事実としてはすげえ大事ですよ。日本の歴史の転換。ほら、そら、それね、それでみんなもう、ああつまんないなってな、つまんないな、余計な知識なんですよ結局。とりあえずやったら、あの僕のブログを見てもらえれば、そういうブログに載ってますんで、ドンマイ。まだコンビ名取りようか。はい。なんかくるくるポックリンとか。くるくるポックリンって。かわいいってなんか。買いたいって、買いたいって、いや売り物じゃない、売り物ですけど、ペットにしたい。また、はい、あ、来週。ぶつかる感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ画面をやめ、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイト2、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。